皆さん、マサワミリュウホーです。マサワミ家の怪しげな早口と話ということで、毎週ね、土曜日、この時間にお送りしてるんですけども、今回の話はね、今住んでる場所で起こったお話です。この隣ベッドルームになってるんですけども、ベッドルームに昔ね、ベッド2つ置いてたんですよね。普通のベッドと、ちょっとこの、なんていうか、ハイベッドっていうんですか、こう、金属でできた、もうちょっと高くなって、下に物が置けるとか、服をハンガーでかけたりしてるような、ちょっと高めのベッドがありましてね。壁際に自分の寝るベッドを置いて、来客用にちょっと、窓側にそのハイベッドを置いてたんです。で、ある時ですね、ちょっとね、部屋の中が煙たいんですよね。あれ、煙たいな。で、匂いを嗅ぐと、タバコの匂いなんですよ。あれ、タバコ誰か吸ってんのかな？私は吸わないんですけど、妻がタバコを吸いましてね。妻が来たのかな？いつの間にか。寝てる間に来たのかなと思って。それでベッドの上で、吸ってんのかな？ちょっとね、そのハイベッドの上に座ってね、窓を開けて吸ってるんですよ。タバコを。もう髪の毛が長い。嫁だと思って、うつらうつらしてたんですけど、そこでちょっとおかしなことに気づいてですね。僕、タバコ吸わないんで、妻がタバコ吸うときは必ず、窓を開けるか、それとも扉を開けて、換気扇を回すか。したら僕の方とか、部屋にタバコのね、煙が充満しないように気を使って、いつも吸ってくれるんですけども、その女性はですね、タバコを吸って、窓の方向、カーテン開けてるんですよね。閉めていつもないんですけど、開いてて、カーテンの方に、ふーって、その煙を吹きかけてるんですよ。吸っては、ふーって、でもね、窓開いてないんで、ガラスに当たってるような感じなんですよね。それが戻ってきて、僕の、また吸ってる、みたいな。で、扉の方見たら扉も閉まってる。妻にしてはおかしいなと思いまして。そんなね、タバコの煙ぐらいで起きるタイプじゃないんで、明日聞こうと思ってね。なんでタバコ、窓開けなかったんだって聞こうと思って、そのまま寝ちゃったんですね。で、朝起きると、部屋に誰もいない。そうなんですよ。私、単身赴任で、京都の山奥なんで、そんな夜中にね、車の免許を持ってない妻がね、来れるわけないんですよ。そうなんですよ。あれ、昨日の誰だったんだ？女の人、髪の毛も長い人、うちの来客用のベッドの上で、窓際でタバコを吸って、窓にタバコを吹きかけてきた。女の人、誰なんだろう？夢でも見たかな？夢でも見たんだ。と思いましてね。でもなんとなくね、部屋がタバコ臭いんですよね。タバコ吸わない自分の部屋がタバコ臭い。どうもおかしい。で、ちょっと気になってね、その窓際に行ってね、ちょっとハイベッドの上に登って、カーテンを開けたんです。そしたら、窓一面に、ヤニがべったりついてるんですよ。それも一晩じゃつくような量じゃないぐらい、べったりついてるんです。当然ね、雑巾洗ってきて、こう絞ってきれいには拭いて取れたんですけども、一体、女の人、誰だったんでしょうね。そして、何しに来たんでしょうか。その後別に悪いことも良いことも起こらなかったんで、通りすがりの何かだったんでしょうか。マサガミ UFO でした。皆さんも窓際で吸ってる、タバコを吸ってる女性を見たら気をつけてください。